おはようございます。本日もユニークキャリアラウンジを行ってまいります。今回が431人目のゲストにお越しいただきました。これまで僕らの方ではユニークキャリアラウンジと名付けておりますが、毎朝8時から9時、さまざまな価値観をお持ちの29歳以下の世代の方をお呼びしてインタビューを差し上げています。で、そのインタビューの様子を実は公開収録形式にしておりまして、皆さんにもリアルタイムにこう編集の手がかかる前のリアルなやり取りとかお話を伺っていただけるような機会としてお届けできると嬉しいなと思って提供をしております。で、これまで430人ほどインタビューをさせていただいて、今回431人目のゲストをお呼びしております。もしよろしければ、最近のニュースを拝見している方もいらっしゃると思いますし、あとは前からご存知の方もいらっしゃると思います。一方でもしかしたら今回初めてお見かけする方もいらっしゃるかもしれないので、一番初めゲストさんに自己紹介をいただければと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。私、キューブレックス代表の寺島水人と言います。今回どうぞよろしくお願いします。お願いします。自己紹介の前に素直に思ったのが431回ってすごい数ですね。改めて見ると よく集めましたよね。ありがとうございます。今、毎朝本当にあと30日から、そうですね、1ヶ月半分ぐらいは、明日以降も日々、インタビューの対象者の方が埋まっていて、本当にいろんな方からご紹介をいただいたり、活動に聞きつけて、ちょっとお声かけいただいたりとかして、ぜひいろんな29歳以下の方の発掘活動としてっていうのと、皆さんの所属姿が日本中に届けばいいなと思って、日々活動を続けております。ありがとうございます。今回も私もその一人として加えていただき光栄です。確かに。改めてそういう形で私自身の思考会をさせてもらいます。改めてキーボルス代表の寺島水人です。よろしくお願いします。私自身は現在28歳でして、和歌山県有田地域の出身で、和歌山高専と呼ばれる、工業系の、大学と高校の中間みたいな工業高等専門学校というところを卒業しています。そこ卒業後、長岡技術科学大学というところに在学しまして、そこで、今私たちがやっているキューブレックスという会社を含めて合計3社を創業しまして、その中のキューブレックス、不正地のパイオニアと名乗ってるんですけども、農業だったり林業、そういった業界に対して貢献できるプロダクトを作ろう、それによって社会に対して貢献していこうということを目指しまして、でそしてさらにユーザーさん自身が欲しいものを作って利用できる社会を作ろうっていうことを目指して今事業を行ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今すごく皆さんにもぜひホームページをご覧いただきたいなというところと、今ちょっとチャットの方に投げますので、もしリアルタイムで伺っていただいている方がいればご覧いただきたいなというのと、あと記事とか動画の方にもちょっと添えさせていただきますので、ぜひ見ていただきたいんですよね。そのミッション、ビジョン、バリュー定めておられて、その中の一つとして先ほど取り上げていただいた不正地のパイオニアっていうふうにされていらっしゃいますので、バリューですね。はい、そこのバリューのぜひそこを見ていただきたいなと、そこに紐づいてこうビジョンとミッションもこう設定されていて、で、今回お伺いするお話とか事業内容とか、そこにこう沿うような形というか、まさにそこをこう理想として掲げてらっしゃるようなことをなさってると思うので、ぜひなんかその辺と照らし合わせながら伺っていただけるとよりいいかなと思っておりますので、ぜひぜひちょっとホームページもご覧いただければと思います。ぜひぜひじろじろ見ちゃってください。ありがとうございます。で、今回一番初めに、タイトルにも加えさせていただきましたし、一方で今回のちょっとお話の軸にもしていきたいなと思うのが、欲しいものが欲しいものを生み出し利用できる社会というふうに表現をなさっていると思うんですね。で、こういったところをこう目指し始めた経緯や、またそこにつながるご自身の価値観みたいなところは、今回のインタビューで少しこう垣間見るような時間にできればと思っておりますので、お願いいたします。で、今回一番初めにちょっとこう少しずつお伺いができればと思いますのが、ご出身は和歌山でいらっしゃるんですね。おっしゃる通りです。なんかこう、皆さんご出身の話を伺いつつ、実は小学校の時のお話とかもお伺いすることが多いんですね。あ、結構掘り下げますね。そうなんです。これ、なんでかっていうとですね、そんなに変わったことはないですよっていうふうに皆さんおっしゃることももちろん多いんですが、それぞれこう習い事で忙しかったみたいな時代とか、もしくは全然そんなことはせず、なんか読書に夢中でしたとか、あるいはスポーツに夢中でしたとか、なんかそんなお話、皆さんそれぞれにやっぱ終わりだと思うんですけれども、なんかぜひぜひ今回もかなり深掘りますが、そんな、
地元のお話もお伺いできればと自分は思っておりました。まず和歌山の、はい、あのご出身の地元の身の回りは、はい、今扱ってらっしゃるようなやっぱりこう農業とか農家さんとか、はい、なんかそういったところには馴染みがあるような環境で育ったんですか？はい、もうおっしゃる通りで、もう完全に農村です、私の生まれは。でしかも周りすべてがみかん畑っていう環境で生まれてます。まあ、和歌山県の有田地域っていうところの生まれでして、まあ、有田みかんっていう名前はあの聞いたこと自体はあるんじゃないでしょうか。はい、そこの、まあ、割とど真ん中なところの生まれでして、もう本当にみかん畑しかないです、ね、だから10月とかになってくると山の色が黄色になるんですね。でそれが、まあ、10月から11月、11月から12月にかけて順々にまた緑に変わっていくっていう景色を見る、はい、ですね。まさしくその寺島さんのご実家もそうするとみかんを育ててらっしゃったんですか？あ、私の実家自体はみかん農家ではなくて、あのお寺でした。あ、そうなんですね。あの私自身はお寺の生まれでして、あの長男として生まれてます。あ、そうだったんですね。今でも普通にあのお盆の時期だったりとか、お葬式だったりとか、あの出席させてもらって、あのお勤めの方を実は一人でさせてもらったりします。そうなんですね。あ、なるほど。私も今現在あの修行の身で、定期的に本山に上がって修行に行ってます。あ、そうでしたか。なんかそんな一面があるとは全く存じ上げない。まあ、あんまりあの、まあ、深い掘り下げがない限り、生い立ちの掘り下げがない限りは基本的に話してない経歴ですね。そうですね。ありがとうございます。そうすると結構幼少期からなんかこうご自身のご両親とか身の回りでなんかこうお寺の生まれでなければ体験しなかったこととか、なんかだからこそこう体験したこととかも幼少期あったんですかね？多かったですよ。あの、まあ、田舎の生まれっていうのもまずあって、基本的におもちゃは自分で作る生活でした。そうなんですね。あの、まあ、チャンバラだったりとか弓矢だったりとか、まあ、秘密基地とかは基本的に自分で作る。で、誕生日とプレゼント、クリスマスプレゼントはなぜか工具とかナイフ。それを使ってじゃあ本当に自分が作りたいものとか遊びたいものはなんかこう お送りくださったご両親からしてもそういうメッセージだったんですかね、作って遊ぶようにっていう。割と、両親ではなく少なくとも母親の方はそういったものづくりに関してはめちゃくちゃ好きな、なので、私自身も好きだったからこそ誕生日のプレゼントがそうなっちゃったんでしょうね。だって当時サンタさんを信じてたみで、サンタさんから送られてきたものがナイフってどういうことって思うんだから、工業用ナイフ。ちょっとびっくりしますね、それは。欲しいんだけどさ、って思いながら、サンタさんと大丈夫って思いながら、サンタさんを信じてた時代ですよ。そうですよね。なんかサンタさんのイメージがちょっと変わりますね。面白いですね。ちなみにそのお母さんはこうものづくりっていうふうに今おっしゃってましたけれども、なんかこう当時そういえば何をお母さんも作ってたなっていう記憶とかって残ってらっしゃいますか？ありますよ。今でも使っているものなんですけども、仏壇仏具っていう、お寺にとって必要なものとかあるんですけども、割と自分で作ってますね、母が。そうなんですか。例えばそれぞれの家に仏間ってあるじゃないですか。ありますあります。あれも作ってますよ。そうなんですか。独学で。僕実家にもありますけど作れるんですね、お一人で。さすがに本当に一からではないんですけども、あのボロボロのやつを引き取ってきて自分で、あの本格的にあの新品買うっていうレベルに作り直してますね。すごいですね。それ以外にもあのお寺の祭事とかで使うものっていうのは、まあ、その1年に1回とか数年に1回っていうのものが結構多いんですよ。あ、はいはいはい。で、まあ、それ買うとめちゃくちゃ高いんですよね。で、そういったものはあの母が自分で縫ってミシンかけて裁縫で作ったりとか、普通に木削って作ったりとか、本当にやってますね。でまあ、そういうのを幼少期から手伝ったり自分で一緒に作ったりとかするのは本当に楽しかったです。そ
そういった機会は本当にこう学校の授業であるか、もしくはあのご家庭であるかでなければ、その時代に自らこうそういった機会をつかむっていうことはなかなかないと思うので。でしょうね。少なくとも、まあ、本人がそういうのに向いてるかって本人自身も気づかないし。ですよね。なんかそういったものがこう現れて、あ、これは面白そうだっていうところで、こうまた一つ多分興味関心の相性があると思いますし、それでやってみてこう、あ、なんかこう少しずつこうできるようになっていく、まあ、もしくはできることが増えていくっていうそのところでまたこう楽しみがあるんだと思いますし、あの私自身の、まあ、生まれの周辺にもやっぱり農家さんもある程度皆さん自身で作られる方結構多いですし、てかむしろ自分である程度改善したりとか修理しないと多分、まあ、基本的に農村って回らない人が多いので、まあ、そういった方で、まあ、工場の近場に遊び場となった工場とかもあるような、すごいあの自然科学を学んだりとか、ものづくりしたりするっていう意味ですごい今更ながらすごい恵まれた環境だったなって思う幼少期でした。本当、ありがとうございます。結構もしかしたらですけれども、僕の、地元もかなりこう畑と田んぼに囲まれた地元になるので、例えばこのちょっと器具が故障したとか、まあ、もしくはちょっとこう何かが緩んだとか、もしくはこうなんかこうカラスが来てとか、なんかいろいろある中で、なんかこう知恵を絞って、やってよかったことを皆さんでこう知恵を分け合って、で、ちょっとなんかペットボトルでこんなん作ってみたよとか、ちょっとこんなんぶら下げたらあんまり来なくなったよとか、なんかそういうことが本当に工夫として皆さんなされていたりとか、もう自然に作るってことも農業に沿ってやられている環境があることと、あとそれをこう今聞いていただいて、もし思い出しておられるような方がいたら、また一つ共感いただけるかなとも思うんですけど、なんかそこからこう実際に小学校とか、あとは中学校とだんだんこう進学をなされると思うんですよね。で、小中と来るとだんだんと家族以外、もしくはこう親戚とか身の回り以外からコミュニティが広がっていくと思うんですが、小学校中学校とかの時代に、なんかこうご自身の中でまた改めてこう違うジャンルでハマったものとか、そういえば時間を多く費やしてたなと思うこととか、なんか思い出していただく中で、寺島さんのその頃を物語るものって、なんか当時ありましたか？小学校は基本的にものづくり、勉学以外はものづくりがメインで、あとは書道と宗教にはまってましたね。その2つも、なさってたんですね。それはなんかこう、一つ習い事として書道なんかはやられてました。私の母が師範代だったので、書道の。で、まあ、当然、書道を実践する機会は山のようにあるので、そうですよね。学校時代も含めて、昔の夢はそういう意味では書道家でしたね。そうなんですね。なんかこう書道ってこういろんな側面があると思うんですよね。こう書いてるうちにこう心が落ち着くとか、もしくはこう上達の、面のスキルアップが楽しみっていう、まあ、実感もあると思うんですが、当時ご自身なりにはどんなところに書道としてはこうなんかハマる要素があったんですかね。その英語とか他の言語をいくつか当時知ってたんですけども、書道で書いてみたときに、なんて美しいんだろう、日本語っていうのがっていう。直感的にそのフォルムやなんか伝わってくるデザインみたいなところが。これは日本語または漢字じゃないとできない、活かせない形だなっていう。当時感じられたわけですね。実際、まあ、その毛筆っていう文化、日本とか中国以外であるんでしょうか。なんかそれこそ見かけたことあまりないですよね。そういうのに適した文字なんでしょうねっていうのは僕なりの考え方です。いわゆるその筆で書くということと、あとはその書くもの自体っていうのと、多分いろんな要素がこうマッチして、あれだけ文化として残ってらっしゃるっていう。そうですね。まあ、数少ない象形文字が文化としてあるところなんで、書き方によって伝えられる人が変わるっていうのは本当に面白いなと僕は思ってました。そうすると、当時本当にこう自分が興味あるものとか、好きかどうかっていうものに対しては、ご自身の中では結構こう、何て言うんですかね、気づくものには気づくような側面があったんですね、当時から。そうですね、幸いというべきか、もう母、まあ、両親がとか、まあ、両親、祖父、祖母がいろんな体験を僕兄弟に対して与えてくれる環境だったので、その地域、私が住んでた地域も、本当に地域全体がの子供として扱ってくれてたので、
そういう意味で本当に自分が何が好きなのかとかいろんな体験はめちゃくちゃさせてもらったいい幼少期でした。そうなんですね。なるほど。そうするとまあご自身の家庭の中でももちろんそうですし、それ以外のご近所の方々とか、まあ、皆さんが、まあ、今でこそこうそういう風景は少なくなってしまったかもしれないですけど、まあ、みんなでこうその地域の子どもを育てるというか、なんか見ていくっていう、なんかそういうことがもう当たり前のようにあるような。あとは実家が実家なんで、あの本とかはもういくらでもあったのでなるほど、それを読むのもすごい好きでしたね。当時は、あの戦記物、はい、あの戦う記録、がドハマりしてました。そうなんですね。三国志とか戦国志とかあのあたりは僕の大好物だったものですね。あと、まあ、そのあたりが、そうなんですね。なんかそれこそ今でこそこう、ね、あの話題のアニメがまさにそういったところを舞台にされてたりもしますけれども、なんかすごくあの小学校とか中学校でもあの漫画であのそういうものをこう読むようなことにハマるようなあのお子さんとかも結構いらっしゃると思うんですけど、なんか本当に今伺った範囲でもかなり幅広くいろんなことに興味をお持ちだったんだなっていうところと、あとはその興味に対して素直にあの当時からいろんなものに触れてらっしゃったんだなっていうのがよく分かりました。ありがとうございます。本当に財産ですね。そこからこう発展していきますけれども、はい、和歌山高専にあの入学を決められたタイミングも転機として一つお持ちかなと思うんですが、はい、この高専に、一つこう進学をしようと思い始めた、もしくはこう着想したきっかけや経緯ですかね、ここっていうのはどんな、まあ、人の勧めだったのか、また改めてご自身の中からこう湧いてきた願望だったのか、なんかそのあたり入学の経緯ちょっとお伺いできますか。はい、小学校時代に遡っちゃうんですけども、あちなみに私は高専に行くことは割と実は小学校時代に決めちゃってたんですよ。いいですね。なるほど。なぜそれが決まったかっていうと、はい、あの高専って定期的に出前授業してるんですね。ああ、なるほど、まあ、高専に限らずですけども、でその中に自分が通ってた小学校が入ってたんですよ。でその中に、まあ、あのいわゆる公開講座だけじゃなくてロボコンのロボットを使った実演っていうのも含まれてまして、あのこれまでの僕自身、まあ、自分でやってたものづくりっていわゆる静止物なんですね。止まってるもの、はい、構造体を作ることあっても動くものみたいなのは本質的には作ってない、作れてない。でも明らかに次元が違うんですよね、そこで見たものっていうのは。あ、こんな複雑な動きをするものが自分たちで作れちゃうんだっていう、ある意味車とかも農業機械とかも動くものではあるんですけども、ある意味自分たちで作れるっていう実感が持てるものではなかったんですね。ある意味存在するものっていう次元だったんですけども、明らかにロボコンとかそういうレベルのものはまた僕にとって、その自分にとって実現できるんだっていうのを考えさせてくれるものだったんですよ。その瞬間はもうロボットっていうわけではなくて、そういう動くものが作りたいんだっていうことにすごい欲求が目覚めてしまって、まあ、で動くものとかを作るんだったらもう工業高校行くか高専行くかの二択じゃんっていう、うん、いやじゃあ出会ったらもう高専行くわっていう。なるほど。この時点ですでにもうきっかけをつかんでらっしゃったんですね。そうですね。なるほど。ちなみにその当時もし覚えていらっしゃれば、実際にこう見たもの、一番初めにこう見た、その時に実演していたというか見かけたものっていうのはどんなロボット機械だったんですか。二足歩行するロボットですね。んで、あの目的地まで向かうっていうロボットだったんですけど、あのネーミングが確か、ネーミングがスパイダーマンっていう。面白いですね。あの和歌山県は梅の産地でもあるんですよ。一大産地。まあ、ここから取ってる感じですね。そういうことですね。はい。そこにじゃあもうすでにきっかけをつかまれて、でその頃からもう小学校とか通っている間とか、まあ、その他の時間でも、まあ、そこを、まあ、その時期とか年齢になったら通うぞっていうのはもう本当に心の中にお持ちながら
育ってらっしゃったんですね。そうですね。うん、実際にこう高専をこうお受けになってで入学した後ですかね、なんかこう高専自体はこう当時改めて これをやろう、もしくはこういうことに触れようと思って入学をなさったと思うんですけど、もうすでに。そうですね、ロボコンやりますって言って。何年ぐらい改めて、もしお伺いするとなると、こういろんな出来事もあったと思うんですが、何年ぐらい通われた、で、その中でこう、どんなことが当時、ご自身としてはその期間で、また改めて自分がこう、なんですか、感覚が進んだり、考えが深まったりっていうんですかね、技術が深まったりっていう、どんな日頃生活をなさってたのかなっていうのも改めて伺えますか。まず高専自体が通常の高校と違って5年間通う学校だと思うとしてはかなり珍しいと思います、はい、で私自身は知能機械工学科っていうところに入学しまして、はい、主にメカトロニクスについて学んでました。で、まあ、高専に行っていて、まあ、そうですね、1年生から、まあ、3年生までは、はい、本当にロボコンに熱中しつつ授業で学んだことも生かすっていう、ある意味理論と実践が両方できるっていう、ああなるほど、ある意味最強最高な環境だったんですね。へえ、つくづく今でも思いますけど、両方が多分最高なんだな、今までもその考えは変わらないです。逆に実践だけだと、まあ、工夫は身につくんですけども、解明していく、発明していくっていう意味では足りない部分が多いですし、逆に理論だけだと頭でっかちになっちゃうので、その2つがあって本当により良いものを作る土台ができてるなっていう。当時こう入ったそのロボコン、そこ、はい、なんかどれぐらいの人数で、授業以外の時間でどんな風に皆さんってこう取り組まれてたんですか。そうですね、主に当時は30人ぐらいのチームです。で、まあ、平日は授業後から、夜遅い日だと夜2時まで。それぐらいこう没頭して皆さんやるんですね。そうですね、まあ、当然寮は閉まっちゃうので、1階の人の協力を得て入ってました。なるほど。その30人っていうのはこう学年も違う方々がこう30人集まってらっしゃる。そうですそうです、1年生から5年生。なるほどなるほど。当時この今理論と実践っていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、まさしくどんな物事においてもまさにそのミックスが最強だなと感じるんですが、当時こう実践の方でなんかこうその熱中された期間の中で、まさにプロフィールにいただいてましたけれども、記録としてこう大会での準優勝とかも記録なさってると思うんですよね、はい、なんかそこをこう実際にそれぐらいのこう実績を作れるまでっていうのはこう皆さんどれぐらい没頭してどれぐらいどんな積み重ねをするとそういう結果を皆さんこうどんなチームでも怠けてるわけでは全くないじゃないですか。本当に本当に皆さんチームが没頭してやられてる中でも少しの差とか何かのこう違いでこう優勝や準優勝っていうところの結果が得られるかどうかって決まると思うんですけど、うん、どの辺がこう当時は他のチームよりも、まあ、ご自身からこう伝えていただくのも難しい面あるかもしれないんですが、うん、改めて振り返るとって難しいです。そしてこういう振り返り機会いただけることありがたいですね。そうですね、当時だとまず、本当の意味です投げ捨てれ他のものをある意味投げ捨てれる、メンバーに恵まれているのは本当は良かったことですね。私も自身も含めて、まあ、基本的にやっぱり部活じゃないですか、まあ、部活だからこそある意味授業の方が優先、そうですね、まあ、基本なんですが、そこの優先順位がひっくり返っている連中が圧倒的多数っていう良いかどうかはともかくとして、はい、ってのと、そうですね、環境的にも非常に恵まれてたの事実、あとはまあこういう技術系っていうのは一朝一夕には絶対ならなくて、蓄積があってしかるべきなん、蓄積がないと絶対無理なんですね。そういった意味で先輩たちのプロダクトだったり設計図だったり
技術資料が残ってた、ちゃんと残すことに意欲を感じてくれる先輩たちだったのは非常に助かりました。なるほど。実際私が準優勝した当時は私自身は2年生なんですよ。メインの設計者をやらせてもらってたんですけど、当然そんな動くものを作った経験はそれほど多くはないんですね。その中でそういう成績および僕が貢献できたっていうのは、先輩たちの積み重ねがないと絶対無理でした。だってあんな歩行リンクの計算式とか絶対一人で全部無理だもん。そうなんですね。なんかそれは本当にそう、皆さんの田島さんたちの代で獲得したものっていうよりかは、本当にその以前の先輩方とか、本当にみんなで取ったこう実績っていうような感じなんですね。ですね、本当は優勝したかったんですけどね。なるほど。当時ちなみに作られたロボットというか、実際にこうコンテストで、はい、こう発表した、あるいは競ったものっていうのは、どんなものを当時改めて作られたんですか？動画残ってるかな、まあ、まずロボットの名前言いますね。仮面ライダー。どっかに聞いたことがあるような。そうですね。で、まあ、歩行ロボットで、歩行ロボットのくせに今回はの競技では人を運搬しろっていうお題でした。歩行して二足歩行ロボットで、僕も最初それ聞いたとき、歩行ロボットで痩せんの嘘だろって思いましたよ。もうなんか普通に人間でも一人大人一人を抱えて歩くって結構難しいっていうか、難しいですよ。ですよね。それをロボットでやる、しかも高専生で、しかも当時2年生の僕が、何バカなこと言ってんのなんかそこからこう、そうですよね、なんかお題としてはこう難題ですけど、こう皆さんで議論とか、まあ、残った資料を見ながら、うまくどうしたらそれができるかっていうのを突き詰めていかれるんですかね。そうです、そうです。あ、今でも動画残ってますね。そうなんですね。すごい。ちょっと画面共有してみてみましょうか。人が、はい、ロボットが人を引くってどういうことなのみたいなのがよくわかりますよ。すごい。あ、タイマネ、インタビューに関するタイムマネジメントとかよろしくお願いしますね。ありがとうございます。今どうですか？見てらっしゃ、YouTube の見えてますね。速いスピードで動いてる。やべ、負けそう。すごい、ま、高いのが運命ライダーですね。めちゃくちゃギリギリでした。いや、ありがとうございます。なるほど、このまさに風貌も仮面ライダーっぽい。そうですね。私ではないんですけど、チームに仮面ライダーの大ファンがいたもので、彼の力作、全然的な彼の力作になってしまいましたね。そうだ。いや、ありがとうございます。すごくよく分かりました。なるほど。こんな速度で走りますよ。すごいですね。なんか今見た感じだと本当に多分子供が走ってる、もしくは小走りで動いてるぐらいのもうスピードで動きますね。はい、です。すごい。これをじゃあ当時は本当にどうやったら作れるかっていうのと、まあ、お題をもらったところから本当にいろんなものを組み合わせつつ、作り方から実際に作って、まあ、多分おそらく一発で作れたものではないと思うので。あ、もちろん試作が10台ぐらい積み重ねてますので。あ、なるほど。その当時、なんかこれはちょっと抽象的なお伺いの仕方になってしまいますけれども、当時その試作を重ねて失敗しながらでも、何か次につながる何かヒントをつかんで、また違うアップデートを続けていくっていう過程っていうのは、はい、なかなかこう、それを大変だと思ってしまう方とか、まあ、もちろん楽なことではないと思うんですが、乗り越え
ることができない方々とかも全然いらっしゃると思うんですね。はいはい。その中でこう寺島さんとチームの皆さんがそれを乗り越えれたモチベーションというか支えになってたものってどんな感情やどんな思いだったんですかね。難しいですね。あ、この質問難しい。なぜかっていうと、ええ、なぜ難しいかっていうと、あまりにも僕たちにとっては当然だからです。ああ、なるほど。うん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 。目標があってそれに至れてない、またはより良いものを作れる余地があったんだ、トライしない理由が全くわからない。多分回答になってないのは分かってるんですけども、僕も逆に言えばそういうのがとどまっちゃう、わからない、とどまっちゃう方の気持ちがわからないの僕側なので、逆になんかそのあたりむしろ僕が聞きたいぐらい、なぜとどまれてしまうのか、求めないのか、できなくて当然、僕の中では当然できなくて当然だから、できるように工夫しましょう。理解のものがないので、なぜそこで止められるんだろうっていう質問を投げかけたいぐらいです。ああ、いや、ありがとうございます。まさにですね。で、なんかこう、いろんな方のお話をお伺いしていると、おそらくこう、もうすでに、ものがある状態で、それをプレゼントしていただいたりとか、あとはもう何かが作られる過程をあまりよく知らない方々とか、あるいはもう作られたものがあって然るべき、あるいは当たり前っていう中で、こう過ごしていると、その過程の試行錯誤のプロセスとか、もしくはそれこそが、いわゆる何かこう違う感情を得られるこうプロセス、アプローチなのであるっていうことも、なかなかこう体験できないまま育ってしまう方もすごく多いなと思うんですよね。で、これって、でも、ちょっと世代が変われば、いやいや、そんなものがないなんて当たり前で、作るしかないじゃないかっていうのが、もう当たり前の価値観の時代ももちろんあるのは理解をしていて、そこからこう進む中で、時代が進む中で、どうしてもそこに対するこう喜びとか、あるいはこう情熱、もしくはその過程から得られるような体験っていうものを、なかなかこうナチュラルに得られてこなかった世代っていうのが、まさに今、そこがこう主流に今はこうなってきてしまってるなと思うんですが、そ確かこをに、やっぱ楽育しつ過程みがで、ある時代になっちゃいますからね。そうですよね。しかもお金を出せば容易に手に入る時代になりましたからね、昔からずっと。なんかそなんのかあたこう、り。作られる過程っていう読み解く機会は確かになくなってます。豊かなものが溢れる、いっぱいたくさんある世の中にあったのは事実ですけど。なんかそこに対しておそらく今やってらっしゃることもそうだと思いますし、いろんなこうまだより良くなる部分とか、まだまだより良くなることを求められている分野とか、なんかそういったところでまさに今いろいろと進めてらっしゃるんだなっていうところはすごく感じるので、今インタビューをしながらも、なるほど、そういうことで今、今目の前にいらっしゃる寺島さんのこの価値観はっていうふうにちょっとずつ今見えてきてるような感じがして、ああ、なるほど。す逆ごに僕く。も自分じゃない他の人のことを分かるのが難しいので、それが山崎さんを通して分かるっていうのを機会を得られて本当に感謝してます。ありがとうございます。で、僕はもうまさにですね、次のこうポイントもぜひこうお伺いしたいものがありまして、その後高専を卒業なさった後に、長岡技術科学大学入学されていると思います。で、卒業もなさっていると思います。で、ここなんですけれども、まず一つは、和歌山を出られてますよね。そうです。ここが一つ、シンプルにどんな理由があったのかっていうのはお伺いしたかったところと、あとは、この大学に進もうと思われた経緯と、当時思ってらっしゃったきっかけというか、入学して実現しようと思ってらっしゃったことっていうんですかね。そこをぜひぜひ、2点お伺いできますか。ありがとうございます。まず一つは、もともと実は大学行く気ないんです。なかったです、私は。そうなんですね。普通のある意味就職するつもりでいました。それこそ4年後半までは。ただ変わったのは、シンプルにやっぱり作りたいものがに対する欲求はずっとあったので、まあ、今も親友と呼べる仲のものが一人いてて、そいつが大学行った方がいいよってお勧めしてくれたんですね。大学行った方がもっと面白いもの、より良いものを作る機会に恵まれるぞっていう
ていうアドバイスがあって、それが結構大きな影響ですね。大学に行く意思決定をしたっていう。で、あとその名古屋議題に行こうと思った理由の一つが、まず工学部に行くっていうのは決めてたんですよ。作りたいものを作るために行くんだから。それ以外の部分ですよね。本州、特に和歌山に行ってて一個思ったのが、雪国の大学行きたいなっていう。まあ温暖な地域に行ってると雪国という環境に一定以上の憧れが生まれる人が結構いるんですよ、私含めて。特に幼少期とかにスキー場とかに行ってたりすると、結構雪に対する憧れってあるんですよね、私自身。でかつ高専時代、当時そういう不整地産業、不整地走行用レスキュー用のロボットシステムとかの開発をしてまして、高専時代から。でそこで作ったシステムが雪国で試してみたいなっていう。もしかしたら こういうそういう環境で使ったらもっと面白いことできるんじゃないっていう感情があったので、考えがあったので、その長岡芸術科学大学っていう、本州でも最も豪雪地帯にある大学と呼ばれる工学部の有する大学に行きました。あと国立だったこともありがたかったですね。そこからまさに、これはおそらく在学中ですか、雪上を走るモビリティを開発されてますね。はい、おっしゃる通りです、うん。当時はおそらくその在学中、また改めてまさにそんなイメージを持ってまさに入学されて、それを本当に作られたんだなっていうふうに今思ったんですけれども、はい、はいはい、どんな風な流れでまた着想と、開発は当時進められたんですか、雪上で。まず一つが、雪国の生活って2週間で割と絶望まで行かなくてもしんどくなってしまいました。最初の2週間めちゃくちゃ楽しかったんですよ、雪国の生活。だけど結構きつかったですよ、雪国全く慣れてない身としては。めちゃくちゃ寒いわ、外出歩けねえわ、交通手段ないわ、当時車持ってないから、うん、っていう状況下になって、あれ、そもそもこれ講義すら行けなくないっていう、大学の。そんなにあるんですね。まあこの中に雪国で過ごされた経験のある方がどれだけいるか分かりませんけど、うん、車があるからといってなんとかなるものでもないんですよ、雪国って。ほぼ毎朝交通麻痺を起こします。そうですね、通常の通勤時間に対してプラス1時間ぐらいは考えないといけないです、移動距離にもよりますが。そうですね、かなり低環境下でいてて、そもそも講義いけねえじゃんっていう。いやかなりこう、いわゆる皆さんそういった不便と向き合いながら、もう当たり前の一つとしてなんとか工夫を加えながら、まあ、もしくはもうシンプルにもそれぐらい早起きもしなければいけない。そうですね、早起きすればいいやんって話になるんですけど、寒い地域の早起きつらいですからね。そうですよね、気温が低いうちからもう水道すら出ないのに。なんか今伺いながら、こうまさにそういった中で暮らしたことがある方には本当に共感する部分がたくさんあるのかなと思うんですけど、はい、なんかその中からその上をこう動くこう機械を開発するっていうのもまたその土地ならではの着想だなと思うんですが、はい、どんな風な経緯でまたこれは開発着手に至ったんですか。まずシンプルに雪国関係なく、当時クローラーって呼ばれる帯状の走行装置を有した、
走行ユニットの開発をしてまして、それを使った乗り物は作る予定だったんですよ。雪具に関係なく、ロボットではなくて、シンプルに作りたかったからっていう理由で。で、まあ、あれこれよくよく考えたら雪国の乗り物として使えるんじゃないっていう着想があって、雪国の生活を通して、そしてそれができたら、あれ車なんてなくても雪国に生活できるんじゃない。当時の雪国の一般常識だと、特に公共交通機関が発達している札幌とかではない限りは、一人一台車ないと絶対無理、生活できないような環境です。あのそれこそ農村とかよりはもうずっと車の要求値、必要度が高いです。だってバイク使えないんですもん。で、まあ、作り始めちゃったんですね、あの学部時代に実は。あの当時自分で自作したクローラーロボットとかもあったので、それを使ってまずはしょうもない自作から始めようかっていう、まずはどこまでできるんだろうっていう、そのレベルからスタートしてます。確かその時の動画も残ってますね、実験した時の。まあ、ちょっと用意してなかったんで探しつつなんで、ちょっとインタビュー進めてもらえるとありがたいです。ありがとうございます。本当に今あのホームページとか拝見していると、今こう触れていただいたようなものもそうですし、なんか本当にいろんなものを今実際に本当に開発と提供なさっていて、それぞれこう動いている動画とかも掲載されていたりとかするので、なんかぜひ先ほどちょっとこう投げさせていただいたホームページの URL とかはまた後ほど、もしくはこう見ていただきながら聞いていただいても、すごくあの面白い、興味深いかなと思うのが、なんかこのあたりがまさにだんだんとこの不整地というか、あの整ってない場所に対してこの移動や、もしくはそのより良くなるソリューションを開発してこう提供なさってるっていう姿が、このあたりからもうなんか伺えてくるなと思ってですね。例えば基本的にまずシンプルに自分があの欲しいと思うものを作ることから基本スタートしてます。なるほど、なるほど、なるほど。当時はもう本当に移動 もう通学ですらもう不便が重なって、はい、それに対してじゃあ何かできることはっていうのと、当時お持ちのアイデアと技術で、もはや自分が欲しいと思ってまずは作られたという。そうですね。で、あのいきなり完成品とかいいものを作ろうっていう考え方がそもそもないです、私には。まずは、まあ、目標値はありつつも、まずはどこを取っかかりにしようっていう、あとでキューボードをお見せするんですけども、最初こんな感じでした。このレベルです、最初は。今乗ってらっしゃるのはご自身ですか？当時の私です。これ5年前の動画で、5、6年前の動画ですね。ここから始まったという。あの、ある程度見てわかると思います。これ旋回できません。そうです、そうですね。上にバランス最悪です。走れるな、かっこはてなぐらい。ここから始まってるんですね。ここから始まって、で発展した結果、まあ、こういうものが出来上がってしまった。画面共有見てます？はい、見えてます、見えてます。そういろんなものを引っ張ったり、なんか何人かでもこうすごいですね、なんか進化の前が先ほどの映像から
すごいですね。そこからのおそらく一番最初のそこから積み重ねももちろんあり、今まさにここまで来たっていうお姿が今映していただいた、物も運べるし、人も運べてしまうし、すごいですね。ここで伝えたいのは別に最初から しっかり動くものができてたわけじゃないですよ、私自身は。しっかり最初はダメなものを作っ、ある意味ダメなものを作って、そのできるまでの過程、数年の過程があって、雪国に走れる世界最初の乗り物ができてます。いきなり作れたら、それはもはや人間じゃないですね、私が。なんかもう、もはや人間だとしても未来から作り方を知って戻ってきて作ってるぐらいの。もうドラえもんです、本当に。そうですよ大臣です、ね。私からすると。本当にこう、ものができた後しか知らない方からすると、これがどれぐらいの過程を経てっていうのは想像しにくい部分があるかもしれませんけど、今こうして見せていただくと、本当にリアルにその過程を想像できて、で、かつ今あるものの背景もこう伺えて、なんかこう非常にありがたいなというのと、こういった映像の記録が残っていることが、まさになんか他の後世の作り手の方にとっても非常にこう重要な、まさに資料だなというのと、なんかこう後世の頃にご自身が先輩から受け継がれたようなこうものをまさに今こう残しておられるっていうのも、またこう技術っていうのはたった一人のアイデアとか一人のこう力量でなんか作っていくものじゃなくて、本当につないでいくような世界なんだなっていうのを今感じてます。おっしゃる通りですね。そこすごく気づかれたらめちゃくちゃいいと思います。あ、本当ですか。もちろん私が発表するときは、これ私が作りましたっていうのは言ったりするんですけど、実際はそこまでに至る積み重ね、先人たちの積み重ねがすごい量があるので それ活かさせてもらってる。で、また私が作ったもの、解明したものが次の世代に生きていくっていう感覚ですね。そうですよね。なんかこう非常にそのところがこう機械、まあ、もしくはこうロボット、そういったものってこう身の回りにこうもちろん最近でこそ増え始めていますし、まあ、そういったものとの共存ができるとより暮らしが豊かになるであろうっていう考え方も少しずつ10年前とか20年前よりは進んでいて、でそれに対してこうまさに技術の進歩がまさに希望を見せてくれていたりとか、なんか新たなこうイメージをもたらされて、いて、なんかすごいなと思うところと、一方で人の価値観もそこに合わせるようにどんどん変わってきていって、でそこに対してこうまさに今やっておられるような、機械の一つ一つやソリューションの一つ一つが人の暮らしを本当に良くしていて、でその中でもやっぱりこう印象的なのは、このバリュー、まあ、本当にあとはビジョン、ここが本当に今やってらっしゃることを体現していたり言葉に表されているものだなと思うんですね。ホームページ拝見していると。ありがとうございます。ここら辺とかはぜひちょっと一番最初に不正知のパイオニアというふうに触れていただきましたけれども、今まさにやってらっしゃることが本当にそうだなと思っていて、このビジョンとあるいはバリュー、ここっていうのはこうまさに起業された時にこう作られたものなんですか？これ自体言語化が成立したのが今年の3月です。ええ、なるほど。めっちゃ最近だと思いません？そうですよね。もちろんそれまでにいろいろ自分なりに考えたりしたんですよ。例えば、キューボードを作ってた時代は道路に依存しない、自由に移動できる社会を作るぞっていうのを掲げてました。で、そういうミッション、ビジョン、マリオとかも、実はかなり変遷をたどってるんですね。私たちのキューブレックスは。で、最終的に今現時点で、そういったコンテンツに対してコミットするのも重要だけど、自分たちが本当にコミットしたいのって、自分たちが必要な欲しいものを作ることだよな。それぞれが作れる社会を作ることに僕たちはコミットしたいんだよね。で、それが社会のとって貢献できる形が一番いいじゃんっていう。例えば、多分皆さんスマートフォン持ってますよね。山崎さんとかスマートフォン持ってます？多分視聴者の方の中にもスマートフォン持ってらっしゃる方いると思うんですけど、このスマートフォンって買った時と同じ状態ですか？違いますね。中のアプリとか外装とかいろいろ変えてません？変えてます。なんで？なんかどんどん自分で使いやすいようにいろいろやってますよね。カスタマイズというか。ですよね。なんで電子レンジはもっとカスタマイズしないんですか？
ああ、考えたことなかったですね。確かに。も電子レンジもっと便利してもいいですよね。いいですね。してます？私は知らんちゅうなしてませんよ。これくらいにして何が言いたいかっていうと、ユーザー自身がカスタムできるっていうことができるようになると、何が起こるのか。ユーザー自身が豊かになれるんですよ、個別に。同じプロダクトだったとしても、より豊かになれるんですよ。それって今スマートフォンだったらソフトウェアだけど、これ不正地産業、例えば農業とかいや建築業とかって考えたら、これもっと貢献度大きいなっていう理由は、よく考えてみてください。日々の生活通年は一緒だったりするかもしれないですけど、同じ会社に行ったりとか、農業、林業、土木産業、土木業って1年を通して同じことってあるんでしょうか？同じ業種ってあるんでしょうか？なんか、そういえば山崎さんって農業とか経験されたことあったんでしたっけ？はいはいはい、実家が農家でした。そうしたときに、1年間同じ作業してました？いえ、もう時期によっても違いますし、まあ、下手したら同じ作業でも年によって違ったりも少し違いありますよね。はい。僕自身も、まあ、屋外の作業活動とかにいろいろ従事させてもらったんですけども、1年を通して同じっていうのは一つもなかったですね。例えば建築関連でも終わったら終わりじゃないですか、次の現場みたいな形で。実は次の現場全く一緒の条件でって整うことはまずなくて、それぞれにが同じもので対応できるとは全く思ってないし、実は対応できてないし、今現時点の社会にある、まあ、そういう機会というのは、そういった状況にそれぞれ合わせた完成品が存在すること自体は素晴らしいんですけど、逆に言えばそれごとを持たなきゃいけないんですよね。このまま私またはないかもしれない。そうしたときに自分自身で作れたものの方が、それが活躍できたらよりいいじゃないですか。それはスマートフォンでも実例が出てるので否定しようがない。それを私たちは仕組みとして提供したい。例えばその農家さんとか、実務を下げている方が、例えばそうですね、エンジンを作ったりとか、そういうものを作るってなかなか難しいと思います。僕自身もいろいろカスタムしてこれ使ってますけど、中のアプリ、スマートフォンそのものを作ること自体は難しいですねだけどよりそれがあって仕組みとしてあれば、結構自分の好みにできちゃうんですよね。そういう形でハードウェアにおいても貢献できる社会を作りたい。だからここで言ってるのが、方法論としてはレゴを組み立てるような形で、皆さんが自分で使えるものが作れれば、それって自分たちが目指す利用者自身が一つのものを作って利用できる社会に貢献できてるんじゃないか。そういう形を僕たちは目指して今事業をやってます。もちろん欲しいものを作る形っていろいろあってしかるべきです、まあ、その中の一つの方法論として僕たちはこういうやり方を取っている。なるほどなるほど、いやありがとうございます。なんか今最後にこれをお伺いできたことで、すごくお話伺ってたものがこう改めてつながったなと感じていて、まさにこう寺島さんが今幼少期のお話を伺いましたし、あとはそこからこう進学されて、でこういろんな本当にもっとより良くなるであろう部分と向き合われて試行錯誤を繰り返してこられてっていう、なんかその中でこう出会ってきたものとか、ご自身がこう素で素で育つ中で備わってきたものっていうのを今こう集合させて、はい、それでいてこう今ナチュラルに一番これが自分として向き合うべきものだっていうものと向き合っておられるっていうことが、こうしてこう言葉になさってるものを通して、あとこの時間を通してすごく伝わってきて、なんかそことこう向き合ってらっしゃる寺島さんがもう本当にユニークでならないというか、こんなにもユニークなのかというのを今ちょっと、はい、伺っててとても感じておりました。ありがとうございます。で今お伺いした中で、もちろん触れられなかった部分もありますし、あとはもっともっと実は気になる部分もありますが、はい、お時間が迫ってまいりましたので、はい、残りの部分はまたホームページをご覧いただいたりとか、もしくは、はい、寺島さんツイッターやってらっしゃったりとか、他の広報の方が発信なさる機会も今後終わりかと思いますので、ぜひそのあたり合わせてチェックいただければと思います。
で、はい、最後に皆様お越しいただきましたので、もしよろしければ強制ではありません、今回のご感想とか、まあ、あるいは、今回伺った中でちょっと質問してみたい物事とかがもしあれば、お一方ぐらいですかね、ちょっとお時間がある範囲で、ご質問ご意見募れればと思いますが、いかがでしょうか。せっかくの機会なので、まあ、お声出し難しい方いればチャットでも構いません。もし質問あるよ、意見あるよという方がいらっしゃれば、僕の方でちょっとピックアップさせていただきますが、いかがでしょうか。あ、もしかしてお一方画面を開いていただいたので、もし終わりでしたらいかがでしょう。チャット、もしかしたらミュートの解除の仕方がわからない、わからない。行きましたね。行きましたね。はい。すいません。これお名前なんて呼ばれすればいいんだろう。関谷と言います。関谷さん。関谷です。はい。お願いします。先ほどからインタビューに対してめちゃくちゃ肯定の首振りとかしてくれてて、さすがです。ありがとうございます。いや、寺島さんのその幼少期の話、僕とかぶってて、もろにないものは作れで生きてきたので用意されてるものでもないので、だけなんか、まあ、僕も物作るけど、最近それに気づいて生かそうとしてから、あれ、これ関谷さんの声聞こえてます？山崎さん。はい、今聞こえてますね。聞こえてます。すいません。今、寺島さん届いてないですか、もしかして。聞こえてはいるんですけど、めっごくしそうです。あ、本当ですか。あ、今、戸田さんもコメントありがとうございます。あ、温暖な地域で育って、理系の興味が現在につながった考え方が大変面白かったです。ありがとうございましたということで、今、はい、ありがとうございます。ですね、雪国、逆に僕が作ったもの、僕たちが作ったものって、ある意味雪国出身者では多分作れないものなんですよ。っていうのは、雪国出身者の方自身も言ってました。確かにそうだ。実際、まあ、ある意味当たり前だから、そこに、しかも、生きてるってことはそこに対する解決策が存在するわけですよね、雪国の人にとっては。そうそうそう。そういった一気に環境を変化させてしまう、無理やりにでも変化させてしまうっていうのは、新しい発見を得られる大きな機会ですね。住む場所や人間関係や日々使っているツール、環境、それらを入れ替えるっていうのは、新しい発見を得られる大きなチャンスです。はい、そうです。そういった意味でも雪国に行って本当良かったなっていう。あ、野田さんもまたコメント返していただきありがとうございます。で、もしよければちょっとお時間の関係もすみませんありますので、一番最後寺島さんから今後まさにどんなことに今後挑戦されていくかとか、今後どんなところを見据えて事業とかご自身としても進まれていくか、ちょっと展望をまたお伺いして、僕らもそこに対して応援というかエールを送って、はい、この場を閉じられればと思いますので、ちょっとお時間区切られている中なんですけれども、いただいてもよろしいですか。はい、私たち自身最終的に目指したいところっていうのが、はい、自分たちと関わる人みんなが開発仲間、要は欲しいものを作って自分自身に利用することが当たり前な関係性になりたいと思ってます。そういった人たちが当たり前で、そういった自分たちが作ったものを自慢したりとか発表したりっていうのが常日頃日常で行われるような、そういう世界は僕はめちゃくちゃ理想として持ってますね。で、その中で日々感じる不便とかも
共有したりとか、一緒に解決策を持ち合ったりとか、で逆に、まあ、なんだろう、ちょっと最近僕自身も感じることなんですけども、例えば何かを実質作って利用したいってなったけど、こういう規制とかが概念とかハードルになって利用できないってなった時になって、そこが、あ、それじゃあダメだよねじゃなくて、じゃあどうやったらできるこのハードルって超えられるんだろう、法律の面だったり人間関係だったり、あのその当時の常識だったり、そういった部分も含めて一緒に解決策を考えられるような仲間が当たり前のようにいるような世の中を僕は実現したいです。やっぱり一人でやれることって限界はあるなっていうのをつくづく思うので、そういう開発仲間をどんどん増やして、実現できる幅、量を増やしたいというのが僕の願いですね。そして僕の開発仲間になってくれると嬉しいです、皆さん。ぜひぜひ、ありがとうございます。どうしましたら、あの、本当に今日は1時間、あの、貴重な時間いただきありがとうございます。あの、リアルタイムに聞いてくださった皆さんもありがとうございます。あと、動画をぜひご覧いただく方々とか、記事をご覧いただける方々、ぜひ、あの、この1時間、寺島さんご自身のお話と、そこから生まれてきた、こう、アイディアとか着想と、あと、それを今実現しておられる事業と、あと、今後、さらにどうなっていくのかっていうのと、あと、最後、声かけいただきましたので、ぜひ、あの、そんな世界があった方が面白いなと、まあ、もしくはそんな世界の方が自分をワクワクするなと、なんか思うような方々がいれば、あの、よりこうそういった開発仲間にもなっていただきたい、まあ、もしくはこう別々の、ね、あの作り手だとしても同じような未来を想像してまた一つ大きな仲間としてあのその先の未来を作っていただけるような方が増えるとあとはそれができるんだっていうことをこう今まさに証明されてますのであのそんな、どんどん証明していきます。ね、なんかそれを一つの新しいロールモデルとして、あの下の世代、同世代、まあ、全然その関わらず、本当に他の多くの世代にそんな希望を与えてくださるような活動を今後もぜひあの頑張ってくださいっていうのと、僕らもあの応援してまいりますっていうのと、またあの機会をあの変えてお伺いできると、違うまたあのものづくりに多分注力されてるんだなと思うので、また今後もワクワクして伺っておりました。ぜひとも引き続きよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、すいません。今日は皆様朝からありがとうございました。あのここでインタビューの方を閉じさせていただきます。あの今回はゲストでお越しいただいた寺島さんのお話、非常にユニークでした。あの今後もさらにユニークに磨きがかかることと思われますので、ぜひ皆さんご活躍を皆さんでお祈りし、かつあの願い、今後も見届けていければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。今日は朝から皆様お集まりいただきありがとうございました。ありがとうございます。